まず最初の事業ですね。まあ、ゼロからっていうわけにはいかないかなと思うんですけども、最初の事業になります。です。介護福祉の勉強すごく多いから、その大事なところを教えてもらわないんだよね。今日難しいよ。なんていうのかな、普通の会社だと、あれでしょ？好きなことをやって、好きなだけお金もらえるじゃない？普通の会社はね。例えば服を売ったり、食べ物を売ったり、いろんなお店があるよね。で、お店っていうのは自分たちでお金を決めて、この値段だったらお客さんが買ってくれるかなとかね。もっとプロフィットね、儲けたいからお金をちょっと高くしようとか、自由に、フリーに、自由に決めれるでしょ？そうだね。で、普通の他の国も一緒なんですよ。介護サービスって、例えばアガさんのところのその介護サービスやるのに、国が決めてないでしょ？お金1時間いくらとか。決めてないです。ね、自由だよね。ね、安くしてくれたり、高くしてくれたりとかね。あとは、じゃあ、例えば会社があったら、会社の社員が一生懸命頑張れば、会社儲ける、プロフィットが出るよね。みんな頑張れば、会社の売り上げ、セールスが高くなっなりまて、す。これこの間日本語圏があります。圏、そう、市、ローカルガバメントでしょ。ローカルガバメントね。で、区があって、町があって、村があるんですよ。東京都だけ。なので、普通の神奈川県とか千葉県とか大阪とか北海道とかは、市町村っていうんです。まずですね、介護犬を教えるのに、この日本の都道府県とか市町村、その辺の、まあ、概念から教えていかなきゃいけないんですね。そこでもって、こう、介護保険制度を説明しなきゃいけないと。ここね、日本は、保険っていうインシュランスを使って介護のサービスを使うの。お医者さんみたいなのも、日本のね、健康保険。お医者さんは自分で勝手にお金決めないでしょ。これはフィリピンも一緒。お医者さん、高いところとか安いところある？あります。あります。あるの？そりゃ困るね。日本はお医者さんは医療保険って、医療、メディカルインシュランスがあるね。で、例えば盲腸、アペンディクスのオペレーションしたらいくらとか決まってるわけですよ。ね、まずは訪問系のサービスっていう、家に行ってサービスするグループ。訪問系、訪問、ホームビジット、訪問ってビジットね。そう、
はい、訪問ってビジットなのね。家に訪問する。はい。前教えてくれた、うん、これは何だった？ Visiting Recipients Care Facility。 そう、あの利用者が家からどっかにコミュート、どっかに通うんだよね。はい、通所系、住むんでしょ。ああ、はい。ナッシングホームね。あ、わかりました。うんうん、これ本当外国人の人覚えてくれないのね。なんて言いますかって。特定施設入居者生活介護っていうの。教えてもらってありがとうございます。はい、だから嫌になるでしょ。嫌になるけど、これを覚えていかないと。はい、大事です。これね、特定施設入居者生活介護。特定施設入居者生活介護。はい、このような形で介護保険をスタートするんですね。で、その後ずっと事業が進む中で、来たのがここまでになりますね。もう14回目ですね。はい、始めます。お疲れさんでーす。それを要支援の人が使うときには、介護保険では介護予防っていう名前が必ずつくんですよ。ここまでちょっと思い出してください。あれ？今。介護が必要かも。ね。問題があるからね。困ってるから要介護認定を受けたんですよね。はい。そしたら市役所から、いやいや、あなたは大丈夫って被害届って言われちゃった。うん。はい。でもなんか問題があるんですよね。いろいろ生活するのに大変になってる。うん、はい。そういう人が、ね、少しだけ介護やっぱり必要なんですよ。はい。みんなで頑張ったら、元気になるかもしれないね。何もしなかったら、はいはい、この人は、要支援になるかもしれないし、要介護になるかもしれない。うん、何もしなかったらね。はい。で、その人たちにするのが、介護予防なんですよ。介護予防。予防。予防って何ですか？プレベンション。プレベンションね。プレベンション、ね。プレベンション、ね。介護をプレベンションする。
介護にならないようにする。それを介護予防っていうのね。はい、はい。で、ここにも介護予防ってあるでしょ？ここに。はい。これは、この養子縁の人たちが介護予防のサービスを受ける。これは介護保険。うん。だから、介護保険は、介護保険は、おう。要介護の人と、要支援の人だけ、介護保険なるほど。サービスを利用できる。お。利用。いいかな。要介護と要支援の人は介護券サービスを利用できるね。で、被害等の人は介護券サービスを利用できない。でも、少しだけやっぱり介護が必要なんですよ。だから、要支援の人と同じように、介護予防を、介護予防を受けるんです。介護予防のサービスを受けなきゃ、何もしなかったらこの人たちは要支援になるかもしれないし、要介護にまたなるかもしれない。もう年取ってるからね。はい。はい。そのために、じゃあどうしてくれるかっていうと、市町村が介護予防をしてあげるんです。実施してる。市町村が支援その人たちに介護予防をしてあげるんですよ。介護保険じゃ、うん、ハンモックみたいな。ハンモック。通報です。通報、はい。目的地、ここに向かっていけるよう教えること。指導。偉いね。指導かな。目的。指導ね。指導はい。指導。密着。ぴったりとくっついてること。密着。ね。はい。これはここ観察した。じゃあ、はい、施設では内面的に介護を行っている。はい。このような感じでですね、介護保険制度を、勉強しております。ほとんどの方はまだフィリピンとかネパールにいる人たちになります。これを初年度、現場でしっかりこう勉強していただければ、よろしいかと思います。